皆さんこんばんは、あやです。はい、本日はですね、ベルギー・フランス合作映画パパは奮闘中、現代がニューベトル、アワーバトルズ英題、私たちの戦いのお話をしたいと思います。それではあらすじいきたいと思います。はい、ある日突然愛する妻が姿を消した。二人の子供たちと共に残されたオリビエ、これがロマン・デュリスですね、はオンライン販売の倉庫でリーダーとして働きながら慣れない子供たちの世話に追われる。なぜ妻は家を出たのか、混乱しながらも妻を探し続けるオリビエのもとに北部のビッサンから一通の手紙が届く。はい、簡潔なあらすじでございましたね。はい、ですね、主演は ロマン・デュリスでありますね。フランスでは非常に有名な俳優さんですね。まあ、フランス映画では確かなかったかな、ニューヨークのパリジャンって、あれ、あ、フランス、アメリカ、ベルギー合作映画、ニューヨークのパリジャンでもモテモテだったと思うんですけど、彼は秘密の女友達ではもうすっごい美脚をですね披露してくれた、割とですねフランス人男性にしてはですねイメージ的にはあんまりそのがたいがいい方ではない、小柄な感じの割とこう細身な体の俳優さんですが、非常に有名で非常に作品数も多い俳優さんが一応主演でこのパパは奮闘中というパパの役をしているのですが、このパパは奮闘中というですね放題ですね、はい、ぶっちゃけ私はパパは奮闘中っていうかダメ夫実感中っていう感じの映画でした。はい、というわけでですね、さっきあらすじに出てきた通り、ロマン・デュリスはですね、その多分オンライン、多分アマゾン先生みたいなでの発注とかする、販売の倉庫で仕事をしてるんですね。で結構夜出勤の場面が多いんだけど、別に朝帰ってくるわけでもないから時間帯ちょっとよく分かんないんですけど、まあ、夜遅い仕事っぽいです。でそれでチームリーダーみたいな感じでみんなをまとめながら結構頑張って仕事してるんですね。でしかも職場での信頼が厚くて仲間とのチームワークを大切にするような仕事人でございます。でお家にはですね、可愛い子のですね、子供たち、ここに2人いますね。2人の子供たち、お兄ちゃんと妹がおりまして、なんでこういう風に重ねてるかというと、実はここにですね、ラストシーンのあるカットがですね、チラシに載ってたので、これは私あれだと思ってちょっと上から重ねてみました。でお家にはこの可愛い2人の子供たちと美しい妻がおります。妻はですね、洋服のショップに勤めている奥さんなんですけども、すごく綺麗な方です。で、ですね、まあまあ仕事を頑張ってるお父さんっていう感じなんですけども、突然妻がいなくなります。そして妻の荷物は消えております。はい、というわけで、まあ家出ですわな、ということでですね、もうがむしゃらに探すんですよね。で警察に友達がいて、その警察にもなんかちょっとこそっと探してくれよとか結構むちゃくちゃ言うんですけど、でもうなんとかして探すそうとするんですよ。なんでかっていうと、その奥さんが失踪した理由というか家出をする理由が分かんないと、俺には。なんでだ、俺たち幸せにやってたじゃないか、で子供も可愛いし家庭も円満だし俺も頑張って働いてるし何が不満なんだよってこのお父さんは思ってるんですね。がしかし、私さっきなんて言いました、ダメ夫実感中って言いましたよね。さあ、奥さんがいなくなって子供の世話と家事を一手に担わないといけないこのお父さん、何にもできなかったんですね。びっくり。晩ご飯で CDR とか出すんです。まあ、フランス人の食問題ってね、いろいろあると思うんですけども、まあ、朝ごはんがマドレーヌだったりするから、一概に責められはしないんですけども、まあ、朝ごはんに CDR 食べるのは普通に、外国だったら普通なんですけど、晩ごはんも普通に CDR 出してくるんです。何かっていうと CDR しか出さないんです。まあ、普段から料理はしてないですよね。で、まあ、朝学校に行かなきゃいけない。でも、あわあわしてます。朝は大変。大変、ご飯食べさせて大変で、もうカバンどれだ大変、カバンにも入れていく教科書なんだ大変、フランスは教科書がめっちゃでかくて重いので大変です。はい、でその着替えさせなきゃ、パジャマのまま行かせられないと思ったら、子供がですね、あれやだこれ着たいとか、羊のやつが着たいとか、好きな服がやっぱりあるんですね、子供たちにも、がどれが何がどこにあるかも一切分からず、しかもこの兄弟男の子と女の子でお兄ちゃんと妹と違うのに、どれが上の子 の服でどれが下の子の服かっていうのも全く分からないんですね。日頃ですね、今までもう何もしてなかったっていうのがもうめっちゃ伝わるんですよ。つまりですね、彼は円満なのに妻が出て行った
なんでだっていうことで必死で探すんですけども、果たして本当にそうだったのか。実は奥さんが家出する前ですね、奥さんは働いているですね、お洋服のショップでですね、倒れちゃうんですね。で、その時には涙を流します。このお母さんはですね、家出をする前必死にこらえてもこらえきれない涙を流すというシーンがですね、2回ほど挟まります。理由は語られません。ちなみにちょっと言ってしまうと、このお母さんが失踪というか、家出をした後にもなぜ家出をしたかっていう理由はほぼ語られません。ただ家出をする前に私たちが目にした彼女は非常に追い詰められているように見えました。それはですね、この旦那さんのロマンデリスはもう全然分かってなかったんですね。そこがまず結構ショックだったし、私はこれを見ながら奥さんの方にすごく寄り添いながら見てました。最初にね、いきなりその隠れてでも席を切ったのに泣き出すから一体何なんだとは思ってたんですけど、ちょっとで後からもちょっとそういう描写が出てくるんですけど、やっぱりちょっと精神的にもう不安定にこの奥さんなってまして、でただですね、それを旦那さんに話してないんですよ。で旦那さんも気づいてなくて、でどうして奥さんがそこまで自分を追い詰めてしまっていたのかとか悩んでしまっていたのかもう全然語られはしないんですけども、ですね、見てるとその奥さんがいなくなったこの兄弟ですね、お兄ちゃんと妹なんですけども、ガヤガヤ言うし、お兄ちゃんは明るいから眠れない、でも妹は暗いと眠れないからドア開けて閉めてみたいなことを言ったりするんですけども、この子供たちは非常にいい子たちです。ちゃんと歯も磨くし、ちゃんとですね、この砂時計を裏上下にして、その砂時計時間ちゃんと歯を磨きます。そしてお父さんの言うこともなるべく聞いて、上のお兄ちゃんはですね、そこそこ賢い子で、お父さんにも結構寄り添ってくれます。お母さんいなくなっちゃったね、みたいな感じで、どうしよっか、みたいな感じで寄り添ってくれます。そしてですね、実は途中でこの兄弟がいなくなるんですね。いろんな可能性を想像するんですけども、ここの行動を一つとってしても、非常にこの兄弟二人は頭がいいです。はい。それを見ててやっぱり感じるのは、お母さんがいかにこの2人を大切に、そしてきちんと育てていたかっていうところなんですね。お父さんはいきなりお母さんがいなくなって何もできないんですよ。あわあわしてご飯も食べさせられない、服も着させられない、でも仕事も行かなきゃいけないでいっぱいいっぱいになります。でもお母さんはね、日頃からちゃんと自分も働いてる。でもね、子供たちの面倒をきちんと見て、こんな可愛い子供たちがこんなにすごくいい子になるためにきちんとした子育てをしてきてるんです。この差なんですよ。それにですね、夫は全く気づいてなかったんです。そしてですね、やっぱりもう一人ではどうしても回らないっていうことで、自分の妹とお母さん、だからおばあちゃんとおばさんが家に来てくれていろいろ手伝ってくれるんですよ。で、妹は優しくて、お兄ちゃんのせいちゃうでみたいなことを言ってくれるんですけど、私はね、結構この旦那さんのね、その分かってくれない感じ、奥さんが言わなかったっていうのもあるんですけど、だからやっぱりコミュニケーションがこの夫婦はきちんと取れてなかったんじゃないかって思うんですよ。奥さんが家出をするほど追い詰められている状況と、それに全く気づいてなくて、で奥さんがいざいなくなってしまってあわあわする夫、ここの間に何かがやっぱり私は欠けてた気がするんですよね。だからいきなりいなくなってしまったお母さんにどうしてもちょっと気持ちが寄り添ってしまうというか、妹はパパのせい、お兄ちゃんのせいじゃないよって言ってくれたけど、私はなかなかパパのせいもあるんじゃないかなって思いながら見てました。さっきも言ったけど、その奥さんがね、旦那さんに対してその SOS を出してたかどうかって言うとすごく微妙なんだけども、ただその奥さんが、そのいなくなったお母さんが追い詰められてたことは確かなんです。何に追い詰められてたのか分かんない。でも本当に辛そうだったのはわかるから、でもそれは旦那さんが見てないし子供たちも見てない、わかんない。でさっきそのあらすじにも出てきたように、途中ですね、北部の、なんていう都市だっけな、フランスの、ビッサンっていうところから一通のですね、はがきが届きます。お母さんから、
私の命よりもあなたたちを愛してるわよ。お父さんがいるから大丈夫ね。っていうような手紙が届くんです。でもその後ですね、トゥルーズからのお便りが届きます。トゥルーズって、フランスの南、めっちゃ南ですわな。奥さんどうしたって、奥さんの行動範囲どうしたっていう感じなんですけども。そしてですね、私がここ隠してる部分なんですけど、ここがね、ラストカットになるんですけども、ここにすっごくいい言葉が書いてあるんです、実は。あ、言葉が書いてあるとかそういうの言わない方がいいですよね。いや、うん、この奥さんがいなくなった3人から、お母さんに、そして妻に対するメッセージっていうのが実は、ラストに出てきます。はい。で、その間ですね、実はお父さん仕事の方でもいろいろあって、実はですね、最初の方、奥さんがいなくなる前に、同僚がですね、首を切られる、まあ、再雇用してもらえないかもしれないっていうことで悩んでて、で、人事の方から、あいつは再雇用しねえって言われるんですけど、で、チームリーダーで間に挟まれてる状況なんですけど、本人に言えなくて、まあ、大丈夫だってみたいな、ちょっと濁しながらこう対応してたら、その人が実は、その再雇用されないっていう事実が分かって、自殺をしてしまうっていうことがあったんですね。仕事でも結構辛いことがあった。で、このお父さんは奥さんがいなくなって、結構最後の方に、人事部に移動してくださいって言われるんですよ。現場のチームリーダーよりも、まあ、昇進に当たるんですけども、人事部の仕事が空いてると。しかし、それって、仲間をリストラしろっていう仕事ですよね。俺はそんなのやりたくない。みたいな、結構、でも給料は上がりますよ。とか、結構仕事でもこのお父さん悩む場面が出てきて、それも含めて、そう、ああっていうラストに向かっていきます。で、ここで隠されているようなメッセージをお母さんに発するんですね。この 3人で、ここが重要です。このダメお父さんだけじゃない、だんだんダメじゃなくなっていく感じなんだけど、結構気づくの遅かったりしても、子供3人かって私途中思ったんですけど、まあちょっとずつね、このお父さんも成長してね、まあお父さんが成長するってもうちょっともうなんかもう、そして父になるみたいな、まあそんな感じなんですよ。で、成長して3人でですね、お母さんにあるメッセージを託します。そこが私はグッときましたね。あ、そういう決断をしたんだ、やっとお母さんに寄り添おうと思ったんだなって、ここで初めて私は思いました。ここが、ここまでの最後の方なんですよ。奮闘してるのって、本当に最初の方はダメ夫なんですけど、パパは奮闘するのは本当に最後の方で、パパ奮闘中っていうよりは、うん、やっぱりパパ、うん、やっぱり私たちの戦いがすごくしっくりくるタイトルかなと思いますね。ちょっと辛いな、このタイトル。配給どこだっけ？配給が、セテラインターナショナル、私ちょっとよく知らないんですけども、まあ、とりあえず、そういうところがタイトルをつけたっていうふうに、ちょっと今見えちゃったけど、お考えください。はい、というわけでですね、パパは奮闘中ならぬダメ夫実感中という映画ではなりますが、あとぜひですね、多くのパパに見てもらいたいのと、なんかこう、ふんわりしたですね、ハートフルな映画だなと思って見に行ったり、ロマン・デュリスがの安男が好きだっていうふうに言って見に行ったりすると、なんだよこいつってなるような映画ではあるんですけども、まあ最後の方はハートフルに終わるからいいのかなとは思いました。はい、というわけでですね、私ちょっと最近星をいくつか言うのをちょっと忘れておりまして、でこのちょっとですね、星はちなみに 3.4 です。それとですね、このうーんっていう雑音がですね消えない、なんかね、調べたところファンが回ってるかなんからしいんですけど、ちょっとファンが何かもわからないし、これ回ってない時もあるんですけど、これをどうしたら止められるのかもちょっとわかんなくて、すいません。パソコンのこと本当に知らなくて、こう、ご覧になったらわかると、編集とかの技術もないんです、私。だから、この音をどうやったら止められるのかがすごい今悩んでるところではあるんですけども、ちょっとなんとかしたいと思うので、皆さんお聞き苦しいところはありますが、最後まで見ていただいてありがとうございます。ちょっとなんとかしていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。バイバイ。